でもね、それを僕は別に無理に進めようとは思わないです。っていうのは、要するに精製されてる糖分を避けて、まあ、例えばみりんとかね、ほんの少しうまく使うとかっていうことぐらいなら、まあ許容の範囲ではあるかもしれません。でもですね、その甘い味をするっていう風なものを食べてるっていうこと自体がすでに弊害なんですね。はい、もう砂糖の量とかそういうことじゃなくて、甘いものを、食してるということ自体が知能を下げる。皆さん知能下がりたくないでしょ、やっぱり。はい、下がりたいんだったら食べてもいいですけど、下がりたくなければ甘いものっていうのは基本的にやっぱ避けた方がいい。で、じゃあ甘いものって世の中にないのかっていうと、そういうことじゃないんですね。昔の東洋学とか、ね、あと鍼灸師さんとか漢方師さんとかだと分かるかもしれませんけど、昔の人参は人参食べるだけで甘いんです。はい、それが本当の甘さで、ゴミっていうものの甘さですから、砂糖などというものとか、それにまつわるような、それで食品として作ったものの甘さっていうのは、もう甘さじゃないんですよね、もともと。はい、そういうふうなことで、今の人たち、僕たちは味覚をもすでに喪失してしまってるんですね。はい、だから、もうちょっと濃い甘さじゃないと、ね、もう耐えられないようになって、だから依存症ですね。だからその依存症っていうことを、まあ、考えなきゃいけないって僕は考えますから、だからうちは別になんかみりんなんて使わない。だってもう子供なんかでも、だってもし、まあ、塩依存って言われると困るんですけどね、まだね。うちの子はもうだから砂糖物とかもうほとんど食べません。だって、はい、お菓子も別に欲しがらないし、でもどっちかというと肉なんか出てもね、肉にこう塩くれ塩と、で塩塩が小皿にバーっていったらもうひたすらこうやってつけて食べてる。あれとかもそうですけど、こうやってうち食べてもさ、おっさんと変わらないですね、それね。そんな食べ方したりとか、スルメバリバリ食ったりとかね、そんなことしたりとかしてますけど、でも戦前はそうやってやってたんですよ。はい、だからその戦前の子供たち今より病気少なかったっていうのがありますので、まあ、そういうようなこともちょっと、まあ、参考にしてもらえばいいんじゃないかなと思いますね。で、それでじゃあうち本当に甘いもん一切食ってないかって言われると、うちの子供だけで、やっぱうちの子は女の子なので、ちょっと甘いもん食べたがるとか、あと周りの子が食ってるからっていうのもちょっとあるみたいなんですが、今うちの子は基本的に僕の逆洗脳が進んでるのかなとかよく分かりませんけど、結構告げ口してきます。いや、あの子が友達のなんとかちゃんがなんとかのあれお菓子を食べてたのって言って、なんか勝ち誇ったみたいなの言ってますけど、それは、まあ、だからそういうものっていうのがやっぱり、まあ、虫歯になるとか体に悪いとかって自分は思ってるので、まあ、それでそういうふうに言うんだと思うんですね。ただやっぱり味覚上はやっぱりどうしてもそういう甘いものも欲する時はあるので、うちは例えばケーキは1年に1回だけ食べてますね。これも本当の糖質制限者に言わせると絶対ダメって言われそうな気がしますけれども、一応うちでは砂糖とかそういう牛乳とかを使わないケーキっていうのを作ってくれる業者があって、はい、そういうところに一応頼んで、その1日だけは一応そういうふうにしたりとか、あと一応なんかレストランとかに行ったりとかして、結局出てくるんですね、コースとかの中で出てきたりとかしますけど、そういう時は一応、まあ、その時の、お行儀が良ければ、まあ、食べるとかっていう時はたまにありますけど、基本的に一日 の家の中で食べるっていうことはなくて、一日の料理の中でうちの子供なんか特にそうですけど、もう塩辛いものとか、酸っぱいものとかしか食べてない。僕はもう今しょっぱいものと酸っぱいものと苦いもの、特に苦いものですね、苦いものを必ず食べるようにしているので、甘いものはほとんどまず食べない。もともと子供のことが嫌いです。そういうのは使わないっていうようなことでやってるのやってますね。煮物もだからそのみりんなんて入れません。はい、うちの嫁さんもうちの嫁さんも甘いもの嫌いなんですよ。はい、だから結婚したのかなとか分かりませんけど、まあ、そういうことなので、まあ、甘いものっていうもの自体をまずそもそも食べないっていう感じですね。はい、まあ、そういうのはどうしてもちょっとなっていう場合なんかは、人なんかはもう、まあ、なんていうか、もういかに避けるかで、ちょっとすみません、話長くなるかもしれませんけど、その炭水化物っていうものと、脂質と糖質、ね、タンパク質がありますけど、僕は3分の1ずつにしなさいって言ってるんですね。はい、でもっと厳しいとは2割糖質しなさいって言ってますけど、3分の1っていうふうに僕はしてるんですけど、それで考えた時にその間接的に吸収がゆっくりなものをほんの少しであれば、それは僕の中では、まあ、とりあえず自己責任で許容するのはするという考えでやってますので、あとは皆さんが自分の責任の中でやればいいかなというふうに思ってる。はい、だから絶対ダメとは言わないですよ。ただうちは人間はどうしても炭水化物が多くなりやすいっていうなってますので、まあ、その辺を考えてもらえばいいんじゃないかなと思いますね。はい。